さあ、こんにちは。ティンダー r のミラクルボン寧で,です。ロシア、ウクライナの戦争によって、日本の企業、どんな対応が起きたか。JT は、えー、日本向きのキャメルブランドなどを生産するチューブの工場を24日から停止するそうです。住友電工は自動車用ワイヤーハーネス、ネスを生産する西部の工場を25日に停止。日立では、えー、IT の、あの、現地従業員7100人の国内 対比計画を策定したそうでございます。楽天では無料通アプリのサービスに携わる現地スタッフ約30人の安否を確認したそうでございます。ガソリンの値上げだけではございません。いろんな企業も停止したそうでございますね。はい。経済に大きな打撃が与えられましたね。まさに戦争だーはーい。確かにガソリンの補助は上限25円だそうです。再び。二度目の値上げは本当に下がり高ですごすぎますね。 もう出かけられない状況ではございますね。はい。コーナーよりも戦争ですね。はい。以上です。バイバーイ。